俺たちのジャパンへようこそ。皆さんは学生時代、通っている学校に外国人が在学していた経験はありますか？言葉や習慣が違うので、積極的に声をかけるのは少々勇気のいることですが、異文化交流はどちらにとってもとてもいい経験になります。外国人留学生、あるいは日本に在住している外国人と接した経験のある方は、とても恵まれていると言ってもいいかもしれませんね。今回のエピソードには、アメリカから日本へやってきた黒人の少女が登場します。彼女は母国で黒人差別に遭い、とても心を痛めていましたが、日本で意外な経験をして衝撃を受けたそうです。一体彼女は、日本でどのような体験をしたのでしょうか。ぜひ最後まで見て真相を確かめてみてくださいね。私はアメリカ人のアンナ。今は大学生で社会学者になるという夢を叶えるために日々勉強に勤しむ毎日よ。でも私は肌の色が黒い、いわゆる黒人。それが理由で幼い頃から随分ひどい目に遭ってきた経験があるわ。子供の頃はそれが悲しくて悲しくて、差別を受けるたびに泣いたり、どうして黒い肌で生まれてきたんだろうって考え込んだりもした。だけど今ではそんなこと全く考えなくなったの。そうなった理由は2つあって、1つは単純に慣れてしまったということ。自分が黒人である以上は、見下してくる白人が一定数以上いる。年々差別に対して考え方を改めようという考えが広まっているとはいえ、ゼロになるってことってすごく難しいことなのよね。大人になるにつれてそれを理解するようになって、悲しいけどそういうものだって割り切るようになった。もちろんこのままでいいとは思っていないから、社会学者になって自分の力で世の中を変えていきたいと思っているんだけど、そして私が差別を気にしなくなったもう一つの理由は、10年前にある国に暮らした経験があって、そこで計り知れない勇気をもらったからなの。その時の経験があるから、私は今どんな逆境にでも立ち向かえると思っているわ。今日はそのある国で体験した素晴らしい出来事について話そうと思う。10年前、小学生だった私は母国のアメリカで黒人差別にひどく悩んでいた。私が暮らす地域で黒人は珍しくはないものの、半分より少ないという状況で、公には言わないまでも、どうしても肩身が狭いのが現実だった。学校でも目立って権力を持っているのは白人グループだったし、黒人でも特別勉強ができたりスポーツができる子以外はおとなしく白人の言うことを聞いているのが暗黙のルールで、私はもともと気が弱いし特に得意なこともなかったから、同級生の白人から特に雑に扱われていて、まるで奴隷のような気分だったわね。白人グループが遊んだものを片付けさせられたり、バッグを持たせられたり、バカにされて囲まれたり、そんなのはよくある当たり前のことだったんだけど、中でも特に傷ついたのが11歳の頃。学校では年に一度のパーティーがあって、それに向けて出し物の準備をしていてね。ここでは上級生が毎年下級生を楽しませるために華やかな発表をするんだけど、自分たちがもてなす側になるのをみんな楽しみにしていたの。もちろん私もね。白人が優先だから目立ったことをしようという気持ちはなかったけれど、それなりに楽しみにしていたの。だから衣装係、発表係、道具係などに分かれるとき、私は興味のある衣装係になりたくて立候補したの。でも白人のリーダー格の女の子がそんな私を見て言った。黒人が衣装係なんて身の程知らずよ。誰がそんな汚い手で作った衣装を着たいと思うの。あんたはトイレ掃除でもしてなさいよ。すごくショックだった。黒人は生まれつき肌が黒いだけで
いわけじゃないのはわかっているはずなのに、わざわざ傷つく言葉を選んでぶつけられた。それがわかっていても、見事に心は打ち砕かれて、それ以上言い返すことはできなかった。結局一番人気のなかった大道具係になっただけでなく、その係の中でも担当の仕事を割り振ってもらえなかった。何かできることはないかと探していても、邪魔だ、目障りだと言われるし、持て余して立っていれば、サボっていないで働けと言われる。もう、どうしたらいいかわからなくて。結局白人グループに言われた通り、トイレ掃除をするくらいしかできることがなかった。誰に頼まれたわけではないけれど、教室にいるよりずっと楽だと思ったから。でも、白人たちはそんな私を見てコケにして、さらにひどいことをしてきたの。汚い黒人は汚いトイレにお似合いよ。優しいから水で洗ってきれいにしてあげるよ。しっかりこすったら白人になれるんじゃない?そんなひどいことを言いながら、バケツの水をかけてきた。心も体もボロボロになって、それからしばらく学校に行けなくなってしまった。入学した頃から楽しみにしていた一大イベントも、とても参加できる状態じゃなくて、欠席。どうして自分がこんな目に遭わないといけないのか、黒人である自分の運命を呪っていた時のこと。パパの仕事の転勤で日本に引っ越すことに。正直、もう学校へは行きたくなかったし、転校したくない理由は特になかった。もちろん慣れない異国へ行く不安もあったけれど、それ以上に白人と離れたくて仕方なかったから。おまけにパパは、日本には黒人も白人もほとんどいないし、人種差別もないから安心だよ、なんて言っていて、それが本当なら夢のような話だと思った。アメリカに生まれた私は黒人差別に遭うのが当たり前で、決して逃げられない運命だと思っていたのに、この世界に差別という概念すらない場所があるなんて。とはいえ簡単に全てを信じることはできず、半信半疑のような状態で私は家族と共に日本へ渡った。でも私はわずかな希望しか持たずに行った日本で、奇跡のような素晴らしい体験をすることになる。これが今の私の大半を作っていると言っても過言ではない、大きな出来事なの。日本の小学校に転校した私は、多少勉強したとはいえ、言葉がわからずに寂しく過ごしていた。日本人からも視線は感じるものの、友達という友達はできないまま、3日間の時が過ぎた。噂で日本人は控えめな性格だと聞いていたからか、そのせいなのか、それともやっぱり黒人が嫌いなのか。理由はわからなかったけど、日本人から話しかけることはほとんどなかったように思う。そんな中でも担任の先生は気にかけてくれたから、とても心強かったのを覚えているわ。あと、話しかけてはくれないけど、白人のように見下した態度を取ってくる人もいなかったから。それだけでも、アメリカの100倍生きやすいと感じた。でもそんな中で私の人生を変える出来事は、意外とすぐにやってきた。私がアメリカで学校に行けなくなる理由になったイベントとよく似たお祭りが日本の小学校でも行われることになったの。アメリカと同じように自分のやりたい係に立候補して仕事を分担したんだけど、私は最後まで希望を言わなかった。希望を言ったって黒人のくせにと言われて悲しい気持ちになると思ったから。だから余った広告係に入った。広告係は自分のクラスの出し物を宣伝するチラシやポスターを書く役割なんだけど、私は絵を描くのが好きだから余り物とはいえすごく嬉しかった。でも絵を描きたいなんて言ったら出しゃばっていると思われるだろうか。ずっと心に秘めていたの。その日も同じ係の日本人の子が作業しているのを近くで見ていたら、一人の子が紙と鉛筆を差し出してきて、日本語だから正しくはわからないけど、多分書いてみてと言ったんだと思う。黒人差別が当たり前になっていた私にとって、
この日本人の行動は衝撃的なことばかりだった。まず自分の持ち物を黒人に渡してくるなんて、白人はありえなかった。それに雑用以外の仕事を任せることも、日本人がなぜそんな行動をとったのかはわからないけれど、私は言われた通り、頭に思い浮かべていたデザインを紙に書いてみたの。そうしたら係のみんなが驚いたように拍手をしてくれて、言葉がわからなくても何を言っているのか表情で伝わってきた。だって彼らは驚いた表情の後、笑顔で拍手をしてくれたから。絵が上手だね。すごい。後から先生が教えてくれたんだけど、私の描いたデザインはクラスメートの日本人から大絶賛だったみたいで、なんとそのままクラスの一番大きなポスターに採用されたの。自分のデザインがクラスの顔とも言えるポスターになるなんて、アメリカでは絶対に考えられなかった。しかもそれが決まっても、誰も黒人のくせに生意気なんて文句を言ってきたりしなかったわ。この時点で、日本はもしかしたらアメリカとは違う、本当に差別がない国なのかも、と思えるようになった。そして広告係はポスターとチラシをかけ終えたら仕事がなくなるから途中から他の係に割り振られるんだけど、アンナはどこの係に入りたい？そう尋ねてくれた日本人の子がいた。本当は衣装に興味があったけれど、これがきっかけでアメリカでは散々な目にあったから、日本は違うかもしれないと思いつつ、やっぱり怖くて言えなかった。余ったものでもいいわ。私はそう答えたけど、日本人の同級生はこう答えた。余ったものなんてないよ。みんな自分の好きな係に入るんだから。アンナの気持ちを教えてよ。彼女にとっては、ごく普通のなんてことのないセリフだったかもしれない。だけど私は、それがあなたを対等な人間として認めているよと言われているようで、すごく嬉しかった。そして日本は本当に肌の色に関係なく全員が同じように生きる権利がある国であること、そしてそれを当然だと思っていい場所であるのだということを改めて感じさせられた。じゃあ衣装係がいいな。遠慮がちにそう言った私にその子は言った。同じだね。私も衣装係が良かったの。じゃあ一緒に行こうか、と言って手を引いてくれた。お互い片言の日本語と片言の英語。意思疎通が完璧にできるわけではないけれど、その優しさと明るさはしっかり伝わってきたわ。こうして私はクラスメートの一員として無事楽しくお祭りを終えることができた。それをきっかけに日本人の友達もたくさんできて、いつしか差別に怯えて生きることを忘れるほどに。結局日本に滞在したのは3年間だったけど、その期間は本当にあっという間で、でもそれと同時に数えきれないくらいの大切なものを私に与えてくれた。アメリカではまだ進んでいないだけで、肌の色に関係なく人間は皆平等であるし、それを主張する権利があるという当たり前のことを当たり前だと思う勇気をくれたの。日本でその経験がきっかけで、今私は差別に立ち向かう活動をするために社会学者を目指している。すぐには無理かもしれないけど、生きているうちに絶対日本のような考え方が当たり前の世界を実現したい、そう強く思っているわ。差別をしないことはもちろん素晴らしいけど、日本人はそれを当たり前だと思っているのがますますすごいよな。世界にそういう人がどんどん増えていくといいね。他人の人権を侵害する行為は非難されるべきなのに、人種差別だけ許されるのはおかしいよね。差別反対。日本人は本当に強くて優しいんだね。僕の国々の人も日本人のようになれたら全く違う国になるんだろうな。羨ましい。単一民族の日本では人種差別について身近に感じる機関はあまり多くありません。しかし世界には今この瞬間も
差別に苦しんでいる人がいるということを知っておく必要があります。そしてそんな誰かの心の支えになれるよう、私たちはこれからも人間の平等さを忘れず、温かく迎えられる人でありたいですね。皆さんは人種差別を目の当たりにした経験はありますか？また、経験はなくとも、どのような世界を実現していきたいと思われますか？ぜひコメント欄で聞かせてくださいね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。